はいどうも、カーレアンでございます。本日はですね、月曜日ということでこちらの、ジャンプの49号についてね、話したいと思います。まあまだ募る話はありますが、今回はまあ早速ね、最初はもういつも通りのベスト3の方をね、発表していきたいと思います。はい、まずはですね、今週号の第3位はですね、集団でございます。まあ先週ぐらいの終わりでね、まあなんとなくね、今週の展開をね、わからなくもなかったとは思うんですけども、まあまだ始まったばっかりの集団とはいえね、ここのチームプレーというかチームの結束力っていうのがもう一番見えてきた回だなと思いますね、今週号はね。もうそこが一番わかりやすかったし、まあ、集団らしい熱いプレーというか、もう理屈はなくね、シンプルにサッカーをするっていうのがね、まあ読者にも結構僕的に、僕ももう本当に好きなんでね、まあ、そういった部分が結構好かれる要素なんじゃないですかね。試合結果ももちろん気になるところだと思うし、今後の大会というか、今後の展望もね、どういった試合組まれるのかっていうところも、まあ面白いところではあるんですけども、まあでもそれでもね、今週号で一旦また区切りが出たということでね、来週以降の新展開っていうところもね、やっぱ視聴者というか読者からしたらね、気になるような終わり方で終われたというところもね、やっぱりね、構成力っていうところもやっぱ上手かったっすかね。キャラクターの、個性というのも出てきてたし、まあそのキャラ同士の掛け合いというか感情の部分が動くところもやっぱ今週号も見れたし、まあその全員が集まってね、喜んでる姿もやっぱりシンプルではありますけど、読んでる方にもね、気が伝わるというところでね、まあ今週号はもうやっぱ集団結構盛りだくさんなイメージありましたね、どこ見てもね。まあそういうところで、今週号の第3位はですね、集団という風にさせていただきました。そして、今週号の、第2位はですね、僕たちは勉強ができないでございます。まあ、今週号関東カラーにもなって、まあ、大人気御礼ということでね、まあそこはもうそういった部分だと、まあ関東カラーになってもね、間違いないんじゃないかと思うんですけども、まあ今週号見る感じでは、まあ僕、あくまで僕のイメージだったんですけど、今までがやっぱりね、一人のヒロインって言えばいいですかね、まあヒロインの子と主人公がまあ掛け合う的なところだったと思うんですけども、まあ、今週がこのイベント的な内容にちなんで、やっぱそれぞれのヒロイン5人か。まあ、5人ですよね。5人との、まあ、イベントね、それぞれのシチュエーションみたいなところが、まあ、各それぞれのペアで見れたっていうのは、すごい演出だったかなと思いますね。それぞれのキャラの性格とかにもあった、演出というか、そういう話になってたというところで、それがま、全部ね、1話だけだったってところが、まあ、今週号のこの1話だけで全て、描かれてたというのがね、まあ、少しずつではあるんですけども、まあ、そういった要素がね、全て見れるっていうのはめちゃくちゃ贅沢なことなんじゃないですかね。関東カラーに合わせてこういう話を入れてくるというか、やっぱイベントも夏祭りというところでね、そこも結構まあそんな、まあシンプルなイベントでもやっぱりね、読者からしたら想像しやすいし、こういった場合もまあなるほどこういうのあるあるやなっていうところも思いますしね、やっぱもうね、イベントの力っていうのもありますけど、関東カラーにね、こういう風な話を持ってくるっていうところは、まあ漫画家の方も本当にさすがの一言だと思いますね。毎度思うけど、このね、男性キャラのハーレム状態本当にね大変なんじゃないかなってちょっとね、逆に変な心配しちゃうところもあるんですけど、まあそれがね、今週号も結構垣間見えたってところもありますしね、まあそれが結構ギャグに繋がってるって考えればやっぱ面白いところだと思いますしね、まあ恋愛も面白かったし、まあギャグもねやっぱり今週号切れてたということでね、まあシンプルな理由ではあるんですけども、まあ5人のヒロインのそれぞれのシチュエーションっていうか話が1話でまとめて見れたっていうのがやっぱりねすごい構成力だったと思いますしね、そう考えると、今週号の第2話も関東カラーにもなってますが、僕たちは勉強ができないにさせていただきました。はい、そして、今週号流行る第1位はですね、鬼滅の刃でございます。もうね、もうここ今週号のジャンプだけ見ても全てを通して全ての作品に対して鬼滅が全く読めない展開だったってところがもうね衝撃でしたね。この展開は凄すぎるというか理屈じゃねえんだっていうところはわかりますけど、まさかの展開ってところがね、もうね、印象深くてね、もう頭をよぎりますね、もうね、ずっと残ってますね、それがね。こんな展開力、演出力を加えてくるっていうところがね、
いやー本当にね、このままじゃ終わらないんじゃねえかなっていう予想がね、今もうみんなのそれも予想も合ってたのは合ってたと思うんですけど、でもやっぱその予想を上回るこの演出というか展開力はさすがですね。やっぱりね、比較するのはあれなんですけど、前回の教授論のところも確かにね、こういった感じの話やって、なんやって思ったところもあったし、まあそこは僕的にもね、衝撃もあったし面白かったと思うんですけども、まあそれに近い話が今週号出てきたということでね、まあ先週号のね最後の方、天元がね、なんか言ったセリフに繋がってた部分ではあるんですけども、まあそれが分かってたとしても今週号こんな風になるのかっていうところがね、もうね、もう読めないですね、この作品もね。読めない作品よりやっぱりね、面白いと思うんですよね、展開が先がね。まあやっぱりその予想外のことが起こることによって、うわ、すげえなって思えるのがね、やっぱり僕的にも面白い作品、すごい作品と思えると思うんでね、やっぱりね、今週号このダントツの展開力。いやもうサプライズ、衝撃といった印象ですかね、もうこの鬼滅の刃はね。もうそこを考えるとね、まあ今週号もうね、シンプルにね、衝撃的な展開だったというのが、まあ一番の理由だと思いますので、今週号49号の第1位はですね、鬼滅の刃でございます。はい、ということでね、まあベスト3はまず紹介させていただいたんですけども、まあ前日にね、僕の動画も、ジャンプ10選、俺たちのジャンプ10選という動画もね、あげたんですけども、他のレビュアーさんの動画も見てね、やっぱりね、時代によってね、まあギャップはあるというか、うん、まあやっぱり僕でだけで、僕の世代でもこの作品名前知ってるな、いやもしくは読んだことあるって人もいると思うし、まあ10代にも語り継がれる作品、ドラゴンボールだけじゃなくても他の作品もねあると思うんでね、やっぱりそれもね、思い知らされたというか、そういう風にね、考えるだけでも本当にね、実りのある企画だったと思いますね。まあ僕自身もね、改めてね、過去のジャンプを、読み返すというか考えるっていう機会でも結構ありがたかったと思いますしね、まだまだね、可能性を秘めた作品、今でもね、ジャンプもまだまだあるとは思うんでね、昔に比べたら劣ってるかもしれないんですけども、やっぱりね、ジャンプ作品だけでもワンピースじゃねだけじゃねえや、逆に言えばだけじゃないっていうところは、まあまだまだ僕もね、そういった部分はね、変わらないとは思うんでね、新人作家あるいはね、実力のある作家さんとかが、まあ、ジャンプに来たところによってね、また新しい面白い作品をね、出していただくってことでね、まあまだまだ今後もね、ジャンプもね、全然見逃せないような作品もただ出てくることを祈ってね、こういった企画もまたやりたいと思いますし、僕的にもね、いろいろね、ジャンプだけでなく他の雑誌の作品についてもね、何かしら喋りたいというか発信していきたいかなと思います。はい、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。